お疲れちゃんです、ラットです。今日ですね、こちらゴールだけでやっていきたいと思います。さあ、というわけで今日はね、ショテゴレくんです。今日はショテゴレデーということで、まあショテゴレしていくんですけども、あのですね、秘宝でね、マジで秘宝です。今マルチ上位でダクネがすげえ増えてるんですよ。マジで理由はわかんないです。本当にわかんないんですけど、ダクネ加工されて視力下がってたんですけど、もう今マルチ上位、ジャイダクネスキャラとか、まあ、ゴレダクネとか、まあ、いろんな形もあるんですけど、まあ、主にジャイダクネ、ゴレダクネですね。ダクネがめっちゃいます。はい。で、今日はね、このデッキ使っていくんですけど、これで世界マジ20位ぐらいね、はい、行ってる方もいて、マジでね、世界ランク見たら、ゴレゴレ相手、ジャイダクネ、ゴレダクネみたいな、もう、あー、ダクネ多いやんけって、僕もダクネ大嫌いなんですよ、本当に。ダクネだけはマジで勘弁してくれ。まあ、使うんですけども、本当に嫌なので、もうちょっと、ショートゴレします。はい、まあ強そうだったのでショテゴレで勝っていきたいと思うんですけども、まあ今までこのデッキはあれだな、圧着位があれだったんですよ。メガゴかな、圧着位が普通にメガゴで、ダクネメガゴの、まあ、ヤナルザップゴレとかで多分使われてて、このミニペの枠がエリバブとかだったかな、そうで使われてた気がします。いや、もうこんなん知らんがないよで、もうこんなん相手にするだけ負けですよ。もうこれでいいんですよ。クララは簡単です。皆さんゴールダクネで形を組んでください。形を組んでいっぱい相手が来た時だけ守るよっていう、守んないフリー作戦めっちゃ強いですから。これもうこれだけでね、まあ1交換で同じなら同じなんですけど、違うんですよ、キングをね持っていくね量が違う。うん、いやでも防衛うまいぞ。いやでもこれ圧着位追加が、いや結構いいんじゃない、いいんちゃう、いいんちゃう言うて。さあ今回の相手はメガラムかな。で、これ、ライトニングが多分あるので、右側じゃなくて、左側にね、ランバ出すと、どっちか守んないといけないんじゃん。どっちも守れないので、さあ、クロコブ使って、いや、いいんじゃない？さあ、右側が気づいた。じゃ、左側が折れそう。さあ、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 そういうわけで、これ成功です。はい。初手これね、おみくじで言うと、もう超大吉ですね。はい。で、このメガネとかは、もう知らないっす。はい。あんた誰ぐらいの感覚で、で僕の巻き筋は、まあ、左側ですね。キングおられることなんで、もうキング側にゴレ出してあげて、ああ、こんなん知らないっす。はい。まあ、見届けてあげてください。折れるの。で、折れたところで、まあ、ボンバ出してあげようかな、ぐらいの。シャなしでボンバだけだよ、ぐらいの感じでね。さあ、で、何も出さないのはちょっと嫌なんですけど、悩んで、微妙な位置のダクネ。で、ここはもう守りますね、僕は。で、これ、ザップ使って、圧着位のスキル使いたいと思うんですけど、スキルを使わせないっすね。はい、というわけで、グッドゲームでーす。圧着位出して、やらめ、ぴょーんってくれたら、タイブレイクで負けんじゃね、俺。さすがに。オッケー。まあ、そんなわけで、まあ、守りたくはなるんですよ。守りたくはなるんですけど、守ると負けるので、今日無視して、キングおられそうになっただけで、守ってください。でもこのデッキ間違いなく強いっすよ。だってゴレの後ろにランバーとミニペいるんすよ。てかゴレダクネでもさ、防衛嫌じゃん。普通に。ああ、これさ、あれがいないのは嫌なんすよね。ゴレの後ろにダクネいないと、マジでただの石ころなんすよ、ゴレって。そう。まあだからゴレダクネ組んでランバーミニペ追加ガチ強説があるので、ああ、めっちゃいいウッドそれ。なんか、おしゃれな低め打ってきた。さあ、マジで初手ゴレする言って余裕で初手ゴレしてないんですけど、許して。え、待って、ダクネはなんで圧着位が来たの、君。いらない、いらない。俺今圧着いらないからさ、マジカードサイクルぐっちゃんぐっちゃんガムシやん。さあ、マジで普通にゴレダクネ組みたいんですけど、一旦落ち着きの、なんかさ、圧着いるからさ、ゴレ出さずにも戦えるみたいなのがない？さあ、なんかオシャンティザウルスが来た。おしゃれすぎる攻めが来た。ガゴに一手だけザップが当たらない男。逆にすごい。さあ、縦線ガゴ群れムート、何の音でしょうか。僕には分かりません。燃えてます。なぜ燃えている、僕には分かりません。さあ、ゴレ、これは逆サイ鬼ぶっ飛された時のガンムシ用の右側の3600温存ですね。左だと3600おられた時に、僕の持ってる1個が2500ってちょっと少ないなっていう。あー、これは素晴らしい交換ではないでしょうか。ってことで綺麗に守られるんですよね。
まあ、ファイブウッドで意外といかれるんでね。さあ、早めにランボ出して、ゴルとね、ダクネの距離が地味にあるのがいいですね。あー、マジでめっちゃ悪い、それ。ガチ先行なえる。ファイブで解けちゃうっすからね。まあでも、いや、このボンバー追加とか地味に熱いっすからね、多分。で、ザップ打って、あー、ザップ早かった。いやー、滝が変えたかったな、今。まあいいや。うん。まあ、エラコンぐらい。で、謎にここだけ守っていく。ガチで謎。でさ、280か。あこの迫撃はいい迫撃だな、でも。で、この盾の戦士でタワーおられるのさすがに嫌なので、地味に守ります。で、まあ、11になって、まあ、こっからっすよね。リガ拾いてえけどな。拾っちゃうんだな。で、相手これ5打たないといけないので、これ圧着位無双でワンチャンない。そう、後ろダクネから入って、ユニットからの適当ゴレでいいんじゃない？まあ、普通にゴレでいいか。まあ、キングいけそうだな、これ。知らんけど。ガゴムレ、ヤナメ速。よいしょ。ザップ打ってあげて。まあ、あとなんかユニット足しときゃさ、ええ感じになってくんね。祈って。頼む。ゴーレムよ。ダクネよ。暴れてくれ。よし。ナイス。オッケー。まあ、そんなわけで。なんかまあ、ゴレダクネでもいいですし、ダクネからゴレ。もう意外となんか上手い人やってるイメージあります。さあ、来い、翔太これ。来い。まあ、ゴレは来たんですけど、まあ、ダクネは来てないので、まあ、負けですね。はい。とりあえずカード回して、バレバレ。バレバレか？バレバレ臭いっすね。まあ、スケバレってもうほんと最近バレバレぐらいにしか入ってないですからね。さあ、ハシメプリン最強の技。いや、痛すぎー。これで2発は強いって。もう吹き矢とかも全無視ですね、こんなの。まあ、なんか、もう1枚来たなら守る。で、インフェか大砲かボムかテスラの、まあ、施設が入ってて、ロケットはまあ9割がないと思いますね。まあ、これだけね、だから組んで、まあ、あとは祈ればいいんじゃない？考えるな。出せ。はい。いや、ここは、プリンもいるので、あー、めっちゃいいウッドすんじゃん。これでもさ、相手きついよな。どうなんだろう。いや、きついんだよね。いや、そうなるよね。いいやん、いいやん。で、まあ、11交換でしょ。まあ、着いい。ああ、逆逆。いいやん、いいやん。で、あとは、いや、打って、もうこれで、キング対決勝てるんですよ。おい。いいやん、いいやん。いいやんしか出てこんないけど。もう1700っす。またってね。まあ、ゴレから展開したらその瞬間ピンチになるんで、なんかユニットからゴレ展開すればいいかな。で、ここが相手だったらもう今7個使ってますからね。僕ボンバーだから。ああ、でもこれはもうバレるないんで。安心安全ケツゴレタイム。で、もう僕ぐらいになると鬼の許容して大ピンチになります。いやでもこれぐらい強してね、多分大丈夫なんですよ。やりすぎやろってなるんですけど。いやー、スケルトン部隊で狩ればよな。マジでもっとよかったんだけどな。圧着いい。圧着でインフェを溶かすっていう、ちょっとオシャレ。よりね。さあ。で、ユニットなんかいい感じにこう散らして、相手もユニットね、やっぱ散らしてますね。も俺も散らしすぎて、散らし寿司なんつって。え？キング破壊ナイス。ウィウィウィ。まあ、やっぱゴレクロとかだとね、キング破壊率バカ高いですね。ああ、もうゴレだけでないやないかい。
もうなかったらもう作るのみ自分で。はい、一旦ゴールダクネ作成タイムで、ゴーストだったらもうメガラムベッカラム神技、もう最近のトレンド。はい、おーゴーストメガゴトレンドじゃねえこの人。ゴーストメガゴってなんだろうな。なんじゃこれなんじゃこれ、ゴーストメガゴやりおこぶりですって。え、ガチだに、ね、タップボールブレイカー、またゴーストまで来た。回転早っ、高回転メガゴ。あー、そういう系ね。スパちゃんか、ゴブスパのファイボのやつだなこれ。ファイボザップスパーキーだな。なんかいるんすよね、そう、すごい特殊な方ので。ファイブザッパーだからこれユニット追加いらないっすよね多分。うわ強っ、ヒマザップ周り穴雨でも落ちるっすよね。いやー、左に前に縦かなんか来たらなえるけど、さすがに。あー、でも回転がなんか早いっすよね。なんかスパーキーの高回転ってさ、なんかレアっすよね、こういう。まあゴースト痛いけど、まあ暇だしボンバグで出してみよう。うん、で相手とサイド逆がいいっすね。やっぱカウンター来ちゃうんで、そのままスパーキー。これでもさ、ザップあるからさ、全然戦えそうじゃない。そんなことないのかな、ゴールダックで組んでザップとけみたいな、そんな単純な話じゃねえのかな。これだってこれに地味に強いよ、これマジ地味ね。さあザップ打って、いやこれ圧着も残ってる、ファイブボヤか。いやこれ圧着が、あもう圧着がずるやん。もしかして気づいちゃった。こうやってゴールダックで組んでザップ打てばいいもんね俺。もうなんならさ、ランバー生贄にしてさ、レイジに乗ってもらうみたいなとかあるよ。もうランバーいい、ザップ打ってなどお祈り、お祈りグッドゲームだ。おーい、いや、ええやん、ええやん。いやー、これな、勝てたら楽しいよね。意外とむずいかんな、なんか、初手これしてるだけだけど、今。さあ、頼む、ニック。グレーは来た。だがしかし、ダクネがいない。いや、マジ、ゴレダクネ。ゴレアチェクがどうなんだろう。ゴレダクネってもう、凄まじいじゃん。ゴレアチェクも同様みたいなのがあんのかな。まあ、一旦落ち着きのアチャクイ。これいいな。なんかゴレにアチャクイっていうか、もうアチャクイの安心感やね。最近の。アチャクイいればとりあえず何でも止まるんで。さあ、バスキンミニペアはちょっと特殊ですね。スパーキー、ジャイ、これミニペガとボンバーでええ感じに。いいね。でも最低限で守って、あとは、安心安全落ち着きのゴレ。これ左詰みの方がいいですね、ワンチャントルネとかあった時用に。ふっ、うーでかっ。でダクネは真ん中からこんぐらいでね、ゴレとダクネの距離を空けとくのが大事ですね。なんかやっぱ近いとなんか簡単に処理されやすいって。スパちゃんもね流行ってんな。前シーズンぐらいから結構増えてますよマジで。いやーこれザップってよかったかな、次でもいいか。よいしょ。もうこれはさ、折れるんじゃない？ああ、めっちゃいいザップ。うん。プロザッパーでしたね。で、ここに関しては、やばいですね。守らないが正解だったから。いや、もう全部武器出す。これは、このスパーキーだけ処理したい。ああ、オッケー、スパーキーだけ処理できたら、僕はあの、キングは行かれないんですよ。スパーキーを壊せないのが、僕のまあ、マックス字なんで、
さあ、ここはね、よく耐えた、なんなら。いや、てか普通にスパキきちいな。なんか、相手陣地でね、溶かせるといいんだけど、相手のスプレーでもザップだけだよな。ってなったら、なんかええ感じにうまいことできそうだけどな。さ、真ん中は着衣？これ最強じゃない？ダークネーター着衣両方に当てるのむずいよね。いや、これ相手、ワンチャンキング来るっすよ。いや、来ないか。さ、ナイス。いや、さすがに折れるんじゃないか。いや、着衣。着衣破れてんな。折れはしないんかい。まあ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 。え、勝ったよね、これ。よし。さあ、グッドゲームでございます。まあ、ちょっとヒヤヒヤしますけどね。このゴレにザップって、まあ、言ったらゴレって結構ライトニングとかトルネタルボとかが多いので、意外とこのゴレザップっていうのもね、このデッキとかによってはすごい組み合わせが強いですよね。さあ、というわけで今日はゴレダグね、ショデグル君ですね、やったんですけど、まあ、このゴレは本当アチクイがメガゴとか、あとはミニペがエリババだったり、まあ、たまにスケブだったりとかかな、はい、で使えるので、まあ、ぜひね皆さん使ってみてください。チャンネル登録もお願いします。お疲れちゃんです。またね。